今日は磐梯山の登山、終了しまして、もうくたびれてしまいました。磐梯山の山麓の下にあります、ホッタテ温泉、ここはホッタテ温泉3年目に来ています。温泉に入って疲れを取れないと足がつってしまうんです。そして楽しみにしてました安政の湯、安政2年、自噴しています。硫黄泉源泉そのままです。前回ここに女神様を設置しました。不動女神像、真弓の木の下にあります。